両チームのメンバーです。まずホーム千葉のメンバー、ゴールキーパーは新井翔太、ディフェンスラインは3バック、西久保、田辺、佐々木、中盤は田口と小林のボランチコンビ、右のウイングバックに今日は末吉、左に秋山、シャドウにブアニカとミキ、ワントップは桜川という布陣です。日曜の前節からは中2日、先発を4人入れ替えてきました。続いてアウェー甲府のメンバーです。ゴールキーパーは前節に続いて岡西、3バックは菅井、浦上、そして夏の新戦力エドゥアルド・マンシャが初出場になります。中盤ボランチの位置に石川と山田、右に関内、左に荒木、シャドウには鳥海と長谷川が入って、ワントップはウィリアン・リラです。こちらは前節が土曜日にありましたので中3日、先発は前節から2人入れ替わっています。そうですね、まあまあお互いの、はい、チャンス取り替え打っていく、新井翔太のセーブです。まあ、スローインからウィリアン選手と鳥海選手の、あ、長谷川選手ですかね、あ、鳥海選手、ね、はい、の関係でしたけど、まあ、いいシュートでしたね。鳥海、左にウィリアン・リラ、そのウィリアン・リラ左足を振っていきます。ブロックが入ってコーナーキック、今日は右のウイングバックでの先発です。末吉、マンシャのインターセプト、自ら上がって左に出します。長谷川、取り替え、エリアの中入れ替わった、クロスを送る、決定的でしたね、はい、あのボールを失った後のネガティブトランジッションを甲府の早いですね、はい、荒木、早めのクロスボール、ウィリアン、いや、荒木選手の特徴出ましたね。あと少しで大きなクリアはできませんでした。桜川、ブアニカ、エリアの中です。ミキのシュート、田口の右足、まだボールは残っている。もう一度クロスが入ってくる、ヘッド、桜川、ブアニカ、浮き球になってます。ここで岡西が抑えました。関内、クロスが入ってくる、ゴール前に石川だったでしょうか。そうですね、まあ、西久保選手よく体当てましたね、はい、ミキ中央、チアゴデレオンソキープしてつなぐ、風間右に出す、末吉ダイレクトでクロスが入る、風間のヘッド、強いシュートを打つことはできませんでした。田口、裏へのパス、通る、末吉、岡西のセーブでした。見失ってましたから、はい、まあ、本当にいいランニングからあのいいパスでしたけど、中へ小林、入れ替わった、三木、パスを通そうというところ、ちょっと荒木が触ったでしょうか。そうですね、風間がつないで秋山、三木から風間、もう一度三木、右足で上げてくる、ファーサイド折り返す、すでにアディショナルタイム4分が経過しました。ここで試合終了のホイッスル、結局スコアは動きませんでした。0対0、両チームが勝ち点1ずつを分け合うという形になりました。これで両チームの対戦は4試合連続の引き分け。